おはようございます。たくあんボーイです。今日は74日目でございますね。やっていきますよ、メンズメイクを。今日はじゃあウーのフェイスカラーを全然喋れてない、使っていきます。ジョン・センムールのクッションファンデでカバーしていきます。これをすることによってね、全体の肌色が均等になるっていうね。アイブロウで色がグレーですね、はい、アイライナーなんですけども、このね、今まで使ってたのがジェルアイライナーってやつだったんですけど、ジェルアイライナーは結構ナチュラルな感じの目元になるんですけど、逆に最近買ったリキッドアイライナーは、まあ、クールに見せるときですね、まあ、目を強調したいときはリキッドアイライナー使う方がいいらしいので、まあ、今日はねちょっとそんな、あれナチュラルがいいので、ジェルアイライナー使っていきたいと思います。ジェルアイライナーのね、持ち方はね、この縦に持って、このね、目元の下の部分を点点点点と点と点をつなぐように描いていくらしいですね。フルラインスパートで涙袋を描いていきます。最後にニスフリー、はい、ということで今日はこんな感じでございますね。はい、前髪をね、上げるとすごいね、メイクしたのが分かりやすいんですけども、そうです。リキッドアイライナーじゃなくて、普通のね、今日はジェルアイライナーにしたので、すごいね、描きやすくて、ナチュラルメイクに見えますね。うん。ちょっともうちょいね、目強調したい日とかね、クールに見せたい時、そういう時はリキッドアイライナー使うといいのでね、その日その日に合わせたメイクもやっていきたいと思います。そして、もう少しで終わりますので、頑張っていきたいと思います。シェイシェイついてに来いだ、よいしょ。